What's up, guys? 今日も、リーグ下げをしながら、昨日やりきれなかったからね、えー、雑談をしていこうと思うんだけど、ちょっとね、マーキュリー軍団を作ろうと思って今頑張ってんだよね。<笑><笑>えっと、なんかこの、何とも言えない、なんか間抜けさがあるのがいいよね、マーキュリーは。このゲーム、俺はね、このまぬけさが結構ポイントだと思うんだよ。あの、ナターシャとかさ、レイヴンとか遠くでなんかこう、 対峙している感じだそうだね 400m ぐらいの距離で退治したりしてるとなんか歩いてる姿がちょっと間抜けなんだよね。なんか <laughs> あのグリフィンとかもさなんか犬っぽいっていうかなんかそれがちょっと面白いんだよね。だからやっぱこうねそういうなんかちょっと間抜けさがある機体づくりを目指していくのがこのゲームの正しい方向だと思うんだけどそういう点でいっちゃうとねやっぱこのダゴンとかさもう全然ダメよ。 とまあ、そうだね。うん。まあ、このランスロットなんかめっちゃ間抜けだよね。これ、このさ、クミホこれなんでこんなデザインにしたのかすごい謎なんだよね。これ左右対称でいいじゃん。なんで非対称にしたのこれ。なんかこれも人気ない機体だよね。色もあんまよくない。なんかこの、なんか中途半端な熱帯魚みたいなさ、<laughs> なんかわかる。なんか <laughs>、なんか、 2 0ンチぐらいになる中途半端な熱帯魚みたいな色してるんだよね。で、えー、っと。まあ、あと個人的には、このカーネイジとかもそうなんだけど、上に2つ武器があるやつ、ちょっとダサいんだよね。<laughs> なんかこう、これは明らかにダサい。同じシリーズで言うと、えっと、なんだろう。まあ、フューリーもそうだけど、なんで上につけたのかな。 まあまあかっこよくないよね。青、純。これもな。これも武器がこの位置になければまあかっこいいと思うよ。なんかダサいんだよな、上にあると。<coughs> <coughs> でも、ティア4に至ってはなんか結構論外なのが多くて、まあ、このタイフォンもちょっとね、ダサいんだよね、正直言って。このさ、なんだろう。 武器を支えてるこの、何て言うの固定してる、何て言うんだろう。こういうの業界用語で何て言うっけ忘れて、忘れちゃった。こ <laughs> の武器を固定してるこのアームのところ、細すぎるんだよね、これ。これ武器吹っ飛んじゃうでしょうあの反動でさ。普通に考えたらね。あるいはその反動がすごくて、なんかこう、狙ったところに行かないみたいな。そんな感じになるはずなんだよ。 ラーバナとかもね、これも非対称なのちょっと良くないよなぁ。これもこのデザインだったら、うん。勝負器上二つで良かったんじゃないでも、ラーバナあれだよね。結構強いよね、なんか <laughs>。とりあえずこのティア4の武器たちは、あ,あ、ロボットたちは、<laughs> なんかその、まぬけさがちょっと足んない。まぬけなのは、うん まあおちょこち結構間ぬけだな。<laughs> なんか <coughs>。デザインをね、直した方がいい機体結構あるよな。ナイチンゲールちょっとやばいよな、これ。も、ま、う、あ、戦闘機に足つけただけだからね、これ。これはちょっとさすがに、さすがによろしくないな。まあいいえ、じゃあやっていこうか。で今日の、えー、雑談は何かというと、えー、まあ、日本のボディビル業界の闇。 でおそらくこれみんなが待ち望んでいた話題なんじゃないかな俺、ね、Twitter とかから来た俺のフォロワーはねただあのこのウォーロボッツから来た人たちは全然面白くないと思うのでまあ見なくていいと思うマジで見る必要ない <laughs> さてじゃあ何から始めようかと <laughs> ちょっと喉のの調子悪いな えっと、エネミー4がデストロイ、エネミー4がライバルね。えっ、ー、とね、まず、この、まあ、このボディービル業界、日本のね。これなんだこいつ。なんで言ってくんのありえねえ。よいしょっと。えエネミー3死んじゃったなにああ、消えた。 まあいいや。え、いるじゃん。なんだエネミー、あ、エネミー4と3間違えてた、これ。やばいやばいやばい。これ、チェンジしないと。やばいやばい、やられる。やられる。<laughs> 来るな。ちょっともうやめてよ、マジで、本当助けて。撃ってこい。撃ってこい。よし、あっ。うぜえ。<laughs> まあいいや。で、まあ、じゃあ最初まず JBBF の方からいこうか。まずこの団体に関してはね、まあよくこの団体の選手がさ、なんか、ドーピングがどうのこうのとか言ってる人すごく多いじゃないやめろとか。ただこの団体に関して言えば、まずドーピングの話で言うと、まあ、その、この団体である程度上の方に行くと、 なんか使えるるよようになるんだよね <laughs> はっきり言ってねだからあの結構年がいった人たちはまあなんかやってるみたいなねで何の文句も言われないみたいな若い人がやると文句言われるみたいなでも本質はそこじゃないんだよこの団体のダメなところの本質はそこじゃないのこの団体はね俺から言わしてもらうと真面目にボディビルをやれというね話なんだよこの団体実はさこれ前も喋った気がするんだけど ものすごくドロドロロしてるの内情がねどういうふうにドロドロしてるかっていうとまず例えば東京連盟とかがさあるじゃんそしたら東京連盟の誰々と誰々ができてるとかさ誰々の愛人が誰々とかもうそんなんばっかなんだよ本当にでまあ選手が愛人だったりねそれは男女かかわらずだよ例えば役員の女の誰かの 外人の男の選手なんていうのもいたりするわけよ。で、こういうのに勝たすとかあるいは何か？そのなんだろうな。外国に遠征するのをただの不倫旅行の言い訳に使うためだけに、その外国に遠征するプログラムを組むとか、そういうことばっかりやってんのね。まあ、じゃあ1つ実例を挙げて言うと。まあ まあ、亡くなったので、まあ、思いっきりぶっちゃけちゃうけど、俺昔サンプレいたでしょサンプレ行った時は宮畑って会長いたでしょあの宮畑のね、愛人がね、あの佐藤さんって人なんだよね。あの佐藤さんってほら、あの、サンプレでジム、あの、勤務してるじゃん。で要は愛人なんだよね。<laughs> でまあ、愛人にまあ仕事を与えたみたいな感じなんだよね。で えっとね、あのー、サンプレーってさ、すごい狭いのに車椅子用のスローバーのわかるあれってさ、なんでそんなのつけてるかっていうと、まあ、車椅子の人にものすごくね、あのー、配慮してるわけ。まあ一見これ聞こえがいいよね。ああ、なんかすごい障害者に気を使ってるジムなんだなと。なんでかっていうと、あのー、見えはた隠し子がいてね、 その隠し子が車椅子バスケの選手なの。だから、そういうことしたの。<laughs> ね、それからね、え多分スト、須藤紀っていたでしょ。あれ多分できてたんだよね、あれも。あの俺がなんかその東京選手権あの出してもらえなかった時にさ、なんか、謎にゴールドジムからサンプレイの封筒で、俺の選手登録の、あの、費用が返ってきて、それにはサンプレーの、 封筒に宮畑の字で「須藤由紀様へ」っていうなんか謎の封筒その封筒で俺はお金を返されたのこれなんか多分できてんだろうなみたいなこと思ったよね俺はそれからえー、っとこれはちょっと現役の選手あるいは指導してる選手か,かもしれないからちょっと 実名は思いっきり言うのは伏せるけど、分かる人は分かる。あの、業界にあの、M さんという女のね、えー、元ボディービルの選手がいて、この人と、えー、仲良くなると、肉体的な意味で仲良くなるとね、あの日本選手権が取れるというジンクスがあって、まあ、例えばあの、昔で言うとあの Y さん、Y さんこの人とで,できてたよね。 でまあ、この M さんは実は Y さんの子供を中絶したりしたことはあるんだけど、まあ、俺は Y さんのことは結構好きなのであんまこういうこと言いたくないんだけどさその,その Y さん Y さんはそれで一回できなんかそういう風になんか愛人みたいになっちゃっててその M さんとねでその時一回日本選手権取ったでしょその後1一回別れたかなんか知らないけど で、その後に、えー、っと、日本選手権違う人が取って、で、より戻して、で、Y さんと M さんがくっついたと。で、その時に、もう一回日本選手権取ってんのよ。だから、なんか、ものすごいパワーがあるんだよね。あの、その M さんがね。M さんは確か政治家の秘書なんだよね。あ、これあれか。ちょっと待って。これあれか。やられて終わりでいいのか。よし。 よし来い打ってこいで多分だけどこの M さんは某大手宗教団体のお偉いさんなんじゃないかなで確か長年日本チャンピオンに君臨してた S 君もこの M さんと肉体的に仲良くなった っ確か。<laughs> 確かね。そんな感じなのよ、この団体って本当に。だからなんかもう、あのー、ドーピングがどうのこうんだとか、そんなこと言う前に、真面目にやってくれよって俺は思うんだよね、本当に。ああ、ちょっと俺置いていくな。タイタンゲージが溜まっちゃうだろう。置いていくな、俺を。やべ、足遅くなってる。 なんか本当ね真面目にやってほしいよねそういうのねよく見るとわかるよ誰と誰ができてるだとか誰々が防衛宗教団体だとかねこれみんな殺してもらいたくってる感じ順番待ちこれだから俺はなんかね某選手とかさなんか アンチ、アンチドーピングとかなんか言う前に、お前らちゃんとボディービルーやれと。<laughs> あ、あ、これじ自殺の達人じゃん、こいつ。うわぁ、やられた。多分マイナス3だと6になれないわ。失敗したわ。まあいいや。え溜まってんじゃん、もうタイタンゲージダルーメン。あ まあそんな感じなんだよ、とりあえず。俺からしたら、まあね、ドーピングどうのこうのとか言う前に、本当に真面目にボディビービルやってくれと。本当にねあの、ちゃんと真面目にやってる選手からしたら、これたまったもんじゃないからね、本当にね。まあ、某団体、某 JBBF という団体はそんな感じだよ、本当に。あの、ドーピングがどうだとか、誰がやってるかっていうのは、まあ確かに。 みんな知りたいところではあると思うけどそこはそんな大事じゃないんだよだってそうじゃないところで順番順位決めてんだからさ誰々と仲がいいとか誰々のなんか愛人だとかさあるいはそのね選抜とかにしたってさこう愛人を連れて行きたいからとかあるいは役員同士がなんか不倫しててダブル不倫とかでね その旅行に行にきたたいいからみたいな感じでだから選手のことなんかどうだっていいじゃん彼ら。本当に真面目にやってくれって思う俺は。まあ皆さんがね選手の皆さんが所属してるその各都道府県の連盟もさなんかちょっとあるんじゃないの,その考,えた考えてみたらさそういえばあいつとあいつなんか怪しいなとかさなんか妙に仲いいなとかさなんでこいつだけばっかいつも優先されてんだとか。 それはそういうことなんだよ。おっかわいいな、これ。じゃあ、まあ、もう一つの団体について言おうか。まあ、最近、日本で力をつけてきた。この団体に関して言うと、まあ、これは、あのこれは差別ではないんだけど、用意 <laughs> ちょっと。 嘘でしょえ4位え。しかも何かえな何か変わったなこれ勝手に確かあれになるはずでえちょっと待って何これリザルトが表示されなくなったえリザルト表示されないの恐ろしいんだけど。 240メガで1040あ、なかなか安いね。ワンタイムオファー来たぞ。ちょっと待って、俺これ買いたいな。14,720円か。14,720円。ちょっと我慢しよう、これは。よし。 え、ちょっと待って、リザルト表示されなくなったのはちょっとさすがにやばくないか、これ。んボットがいるってこといや、ちょっとおかしいよ、これ。リザルト表示されないのはさすがにやりすぎだと思う、これ。怪しすぎる、いくらなんでも。はマジか、これ。まあいいや、もう一つの団体、これに関しては、えー、まあ差別じゃないんだけど、あの、同性愛の人が、 おそらく多いというかこれ多分ねすごい言葉を気をつけて言わないと俺これ YouTube からバンされちゃうのでめちゃくちゃあの曖昧に言うよめちゃくちゃ曖昧に言うとまず同性愛者の人がえっ、ー、とねうーんマネジメントしてるねで いや、これ難しいな。これほんと変,変に発言すると YouTube にバンされちゃうな。これあの、確実に誰々が誰々みたいなこと言うのはこれ絶対ダメだな。やばいなで。まあみんなが思ってるような表に出てきている人たちはほぼほぼその人たちだと、そういう系の人たちだと思っていい。あの、あるいは、例えば、服とかね、あの、 売ってる人たちも大体そっち系だと思って、いいいよ。だっってあの売れる意味がちょっと分かんないじゃん。なじゃここら辺もね、ちょっとね、あんまり説明できないんだよ、これ。あの今、本当にこのコンプラうるさいからさ、これ、なんて言ったらいいんだろうなぁ。有名どころとか、まあ、オーガナイザーたちはほぼそっち系だと思っていいよ。 でそれでこう考えると、ああ、だからこの人勝ってんのかとか、まあ、あるいは、あの、お金が非常にものを言ってるよねあ。この人お金になるから、あの、勝たしてもらえてるんだとかね。で、あるいは、その、地上のもつれみたいなのもすごくいっぱいあるの。え、こいつぶっちりでいいのになんでこれ勝てないのって。なんでかっていうと、その、その、同性愛の人同士の、なんかその、あるんだよ。なんか、 くっついただのでそれをなんかこうむき出しにしてねだからこいつはもう絶対に勝たせないとかさそういうのがあるのあるいはそのお金になる人にしたってなんでお金をかすそういうその人たちが稼げてるかっていうとそういうネットワークがあってあの支援者みたいなまあ要はパトロンだよね。あの例えば、 日本で言うとさ、あのー、女の、まあ、歌手とか、まあ、芸能人女優こういうの大体パトロンいるじゃんその肉体関係のあるパトロンがねそれがお金出したりすることによっていい番組出してもらえたり、まあ、いいなんかこう歌手で言ったらいい曲作ってもらえたりとかそういうのあるじゃんそれと同じようなことがその団体の中で起こってるっていうことだねだここもまあまあ JB ほどではないけど もうちょっと真面目にやってほしいかなっていうのが俺の感想だよねいやちょっとこれ思ったよりコンプラの関係でこの団体についてはしゃべれないわそして全然マッチしないいやどうなってんだこれいやちょっとな思ったよりきついなこれ誰かが YouTube にチクったら俺バンされちゃうかもしれないからね じゃあもう一つの、まあみんながちょっと興味ありそうな話題を一つ言うと、まあいわゆるあのスーパーサプリのね話だね。昔ね、俺が、俺さ、そのスーパーサプリノースーパーサプリだった時にね、とある人に相談しに行ったんだよ。まあその、 東京選手権に出してもらえなかったから業界でめっちゃ有名な、まあ、なんとか博士にしようこの場合はなんとか博士に相談しに行ったんだよそうしたらその時に言われたすごい名言があってさ俺はその時ねボディービルやめようと思ってたんだよその時に名言が飛び出してあの自分が原因で自分のせいでやめるっていうのはならともかく人のせいでやめるっていうのは一生後悔すると まあ確かにそうだなと思って。まあ、そこで思いとどまったんだよ。で、その次、そのなんとか博士からめっちゃ面白い話が飛び出してきて、まあ、そのなんとか博士が言うには、まあ、まあ、私はこんなんだから、いろんな人が相談に来ると。で、その中には、もちろん、その、J なんとかの選手もめちゃくちゃいると。で、そのなんとか博士が言うには、えっ、ー、と、まず、その選手を見て、 こいつやってんだろうという選手は100%やってると。で、これは怪しいかなっていう選手はだいたい50%だと。で、いや、これは絶対やってない。絶対白だっていう選手でも30%はやってると。大体それぐらいの割合で相談に来るんだって。で、俺それ聞いてびっくりしてさ、え、マジでと思って。だから、みんなが、 このなんかカリッカリでもうこいつはもう絶対クリーンだみたいに思ってるやつでもうやってたりするんだって <laughs> 俺それ聞いてびっくりしちゃってさ <laughs> マジかと思って <laughs> 逆に言うとのそこまでしてまあ筋肉がつかないっていうのはよっぽど才能がないのかあるいは何か間違ってるかなんだよねで俺自身もほらそういう立場になってるじゃん今ねでやっぱ相談に来るんだよちょっと待って6分繋がんないのこれ 相談来るじゃんそしたらさ地方ブロックのなんとかクラス別からもういるんだよ実はねわかるまあじゃあ仮にこう首,首都首都クラス別としようここからもういるんだよ <laughs> 相談に来るんだよ ところが、やっぱりね、現実というのは残酷なもので、の例えば、じゃあその人にそのスーパーサプリをてんこ盛りにしても、じゃあ勝てるかって言ったら勝てない。これ、なんでかっていうとね、やっぱりね、プロポーションなんだよ、ここは、残念ながら。プロポーションと、あとはその人の美的感覚っていうのがすごいでかくて、あの好きなように好きなトレーニングばっかしてると、もうそこばっか発達していくわけだよね。 そうするとさ、やっぱ全体的にパッと見てかっこいい体にはならない。じゃあ、例えば、うん、そうだね。<laughs> 最近、あの、クリス・カミアが指導してる、あの、変な黒人のボトムヘビーの人いるじゃん。あのなんかちょっと、ウルトラ怪獣、レッドキングみたいな感じのね。彼とかなんかも、あれ、あれ、絶対勝てないんだよね絶。絶対オリンピア取れない、あれは。体に癖がありすぎる。 そういう感じで,で,で、例えば彼の場合だったらもっとどこを強化しなきゃいけないかっていうと、彼はもうさ、足はもう十二分に太いわけじゃん。で足なんかもうほっといていいんだよ、もう、彼はもう2週間に1回でいいの、足は。<laughs> 彼がやるべきはあの、肩。肩をもう徹底的にやらなきゃいけない。それから腕が短いので、あのピークを外に持っていくようなトレーニングをしなきゃいけない。 で、いくらそのスーパーサプリをてんこ盛りにした,したって、トレーニング変えたりね、そういうことをしないと、自分の体のシルエットを変えないと勝てないんだよ。そこを理解しないと絶対に勝てない。だから俺は、そういう相談しに行きたい人たちに対して、まず費用対効果を考えろと。これぐらいの費用がかかる。で、それに対して、あなたは一体何を得るのかと。得れるものがあるのかと。でその費用対効果が割り当てなければやるべきじゃないし、 さらに、そのスーパーサプリをてんこ盛りにしたところで、今のトレーニング、今の体づくりでは勝てないよっていうことを結構言ってるの。それぐらいその美的センスっていうのが大事なんだよね。この競技はね。うん、まあ、繋つながねえからこんなところで終わりにするか。本当につながんないわ。じゃあね、バイバイ。